はいどうもピオキングです。今日はですねみんなでバトルやっていきますか。今日はですねあと1回勝てると5600いくんですよ。ただちょっとね僕今ねコンディション悪いんですよ。外から今帰ってきてさめちゃくちゃね手が冷たいんですよね。でその手が冷たい時ってマジでさ動かんくない手がわかるみんなわかって、だからその状態でね僕今やっているんですけれども、ちょっと負けるかもしんないね。大丈夫かな。てかねちょっと遅れたけどさっきのルイージ顔めっちゃやばくなかった。いやこのルイージめっちゃ顔やばかったよね。鼻血めっちゃ垂れてたもん。いやそれじゃ僕キノピコですね。ここはアイテムぜひ取っていきたいんですけどね。ちょっと待ってね、マリオ、マリーが危ない、マリー危ないんですけど、ここで僕羽取っていきます。熱い熱い。お、これ下下じゃないの、これ上上パターン。うわこれ難しくね。ちょっと待ってね、僕ジャンプしていきますね。当たってもいいんで、よし OK。 そしてこのまんまどうしようか。クッパを倒せばいいのか。クッパ無視していく。ゴール条件一応ないもんね。多分このまま行けば、いや5600だ、ありえる、これワンチャンあるよ。ちょっと待って、くジャンプしていく。ちょっと待って、このクッパ超えていく。やったやったぜ5600台速攻来ました。5600台突破しました。いやー非常に嬉しいですね。このまま5700台を目指していきますか。と言っても次で負けて5600台切りそうな予感がするんですけどね。最近なんかね調子いいんですよ。なんでかなって思うんですけど、多分他のみんなも手冷たいからって言って負けてる人が多いんじゃないかな。まあそれ結構言い訳にできるよね。まあ僕の中で手が冷たいっていうのはねマジで言い訳にできるんですよ。まあそしてね話変わるんですけど、ちょっと前にさピオキングさんと抽選でね、ちょっと待って、マリオ邪魔、マリオ邪魔、マジで邪魔危ねえ大丈夫、マリオ邪魔だったけど大丈夫。いやこれは右だね、どうしよう、上だね、よし、でジャンプ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 、よし、あなるほど、これクモに乗らないけんパターンね。ごめんね、ちょっと話がちょっとこのまま行こう話が途切れたけど、ちょっと集中させて集中させて。いやこれは横スケだからね絶対勝たなくちゃいけない。よし OK。 でこのまんま鍵を戻って、あ鍵を取って戻るみたいな。 OKOK、 まだワンチャンあるよ、まだワンチャンある。いやちょ、いやこのままダッシュでいい、大丈夫、めっちゃ遅いけど大丈夫。 OKOKOK。 いやワンチャンあるよこれ。でこのまま右っしょ、いやこれワンチャンある、ジャンプジャンプ、いやいいよ、よし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 、勝てる、これ勝てる、マジで6000、いや5600台切りたくないんですよね。ジャンプ、よし、よくよくよく、ジャンプ、いやこれまだワンチャンある、マジで勝てる、マジで勝てます。はい、この土管に入ったらゴール、来た来た来た、よし待とう待とう、みんな待とう、 OK ありがとうごめんなさい話途切れましたね。抽選でさ、お一人様限定ディズニーランドにピオキングさんと行ける抽選を行ってくださいっていうコメントあったじゃん、ちょっと前かな。まあ、その動画に対してですね、もう結構みんなね嬉しいコメントがあったんですよね。ただその中の一つを拾っていきます。ピオキングさんとなら USJ に行きたい、無理だけどピオキングさんとならどこ行っても楽しそう。いやこれマジで嬉しかった、僕と一緒ならどこ行っても楽しそうって。いやこれ男性の方ですよ、男性の方なんですけどね。いや非常に嬉しいコメントでしたね。そんなこと言ってくれる男性ってなかなかいないよ。いやちょっと待って、うわこれ分かってたんだけどな。そしてねさっきのコメント戻ります、あなたとならねどこ行っても楽しいっていうさ、もしそういう言葉みんなもらったらめちゃくちゃ嬉しくない？まあそれと一緒なんですよね。まあ僕もめちゃくちゃ嬉しくて、でこのキノコ、あ違うフラワーか、このファイヤーベ取っていきますね。まあ、そういう言葉もらったらねみんな嬉しいと思うんですよ。落ちちゃったぜマジかよ、ここで落ちる、うわー結構これは抜くのもきついよ。いやきついけど、まあ、最後まで諦めません僕。まあ最後諦めたらねそこで試合終了なんですよね。なん誰か、まあ誰かが言ってましたよね、そういう名言誰か言ってましたよね。なんかメガネの太ったおじちゃんみたいな人がさ、なんかスラムダンクでも出てくるおじちゃん、まあ、ちょっとねスラムダンクっていう名前出しちゃいましたけどじゃあそれじゃあみんなのおるところまで突っ走っていきましょう。いやこれ結構難しいね、ちょっと待って、このツタはまずくっ、あっミンバドから逃げたい、ちょっと待って、みんなピンクじゃん、やば、これはやりがいがあるね、みんなピンク S プラスでした。こういうの好きなんですよ、やっぱレートがねやっぱ下の方とね戦うより上の方たちとね戦うのが好きなんですよ。ちょっと待って、キノピコ優しくね、めっちゃ優しくね、なんか見た、今なんかジャンプして僕を行かせようとしてくれた。やっぱ強い人ともなったらねめっちゃ優しいんですよ。なんかね中途半端な人がね結構意地悪い人多いよね。 S の4200ぐらいの人なんかごめんなんかごめんね、もしそうじゃない人いたらごめん。なんか僕のイメージ的にはですねそんな感じなんです。
ですよね。マジで強い人っていうのは本当に優しい方がね多い気がします。でジャンプで、キノピオはめっちゃ行ってるな。うわ、1位だと思ったんですけどね。うわー、待って、このワンワンきつい。ちょっとここら辺でアイテム取っていくか。やられそう、マジでやられそう。僕こういうのね、アイテム取っていいからやられるパターンなんです。うわ、ルイージ、ルイージ待って、ルイージ早い、ルイージ早い、くっ、いや、ルイージには負けない。うまいな、ルイージ。でも僕上から行きます。よし、くっ、うわっ、やる、ルイージ。え、上行けんの？あー、マジかよ、2面に立てるんで逃げたい。かー、みんなさ、あのディズニーランドと USJ どっち派？こんな話ずっと昔も言ってた気がするな。みんなディズニーランドと USJ どっち派みたいな。ま、僕は断然 USJ ですね。はい、やっぱね、男の子は USJ の方が多いんじゃないかな。あ、なんか男の子勝手に決めつけてごめんね。まあ女性の方もごめんなさい。女性はですね、なんか僕あのディズニーランドが好きっていうイメージなんですよ。ちょっと待って、これ一番右が熱い。ちょ、いや持たないで、これ、いや絶対やられるって。いやこれもしかして後に行った方が、ほらほらほら、後に行けば、あ、こっから走っていけみたいな。ほらほらほら、いやワンチャンあるよこれ。ないね、やばいね。ちょこちょこ負けてまして、最初にね5600台いったとか言いましたけど、今ね5606。これ1回負けちゃうともう切るね。しかもみんな S ランクか。いやこれは負けられないね。ここで負けたら完全に僕5600台切ります。スーパーマリオブラザーズ 1-1 リミックス、これはマジで負けられません。はい、スーパーマリオブラザーズでしょ。ここでですね、 S プラスの力見してあげましょう。これは4つ目の土管だね。4つ目の一番遅い S プラス一番遅いね。あれ、いやみんな知らないのこっち。いや熱い熱い、いや待って待って、いやせめて一緒にゴールしたら、一緒にゴールしたら僕は切らない、5600切らない。ここゴールでしょ。やった、危ねえ。さて、謎すぎるコース名ですけど、やっていきますか。よし、それじゃあ今回ですね、これがラストバトルです。最後は勝ちたいですね。みんなレート上でした。よし、ここは落ち着いていきますね。じゃあ、オッケーオッケー。みんな早いね、みんなめっちゃ早いけど、ルイージ下から行ってんのか。これジャンプしていけばいけるかな。あ、いや今のは悔しい、いやめっちゃ悔しい、やめれんばいこれ。いやマジで悔しいんで、これがねラストバトルにしたいと思います。いやこれで勝って5600台をね取り戻して終わりましょうね。やっぱね、そういう終わり方がいいよね。僕ね結構動画はですね、あの負けて終わること多いんですけど、勝って終わろう、今日勝って終わるわ。よし、ここで勝って終わります。じゃあ、いやこれ結構熱いよ。おー、ショックけ、一人脱落しました、ルイージ。ここは結構簡単だね。いや簡単だから抜きようがない、抜きようがないけど、ちょ、オッケー。やった、ありがとうキノピオ。よし、ここは慎重に行きましょう。オッケー、洞窟かな、洞窟。うわー、熱い熱い熱い、これ勝てるよ、これマジ取れるよ、これ取れます。マリオさえ抜けば、いや僕得意なんですよこういうコースね。早く行くコースは得意なんですよね。ただ早く行きすぎてやられちゃうっていうことがあるんで、ちょっと気をつけていきましょう。やった、よし、あとはパックンだけ気をつけていきますね。よし、オッケー、ここでしょ、ここここ、よし、オッケー、勝ったでしょこれ。いや本当に勝った、ありがとう。せめてね、みんな待っていきたいと思いますか。ん、なんて言ったもん。せめてみんな待っていきたいと思います。よし、オッケー、あぶねー。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。